最近のエドワーズのギターのクオリティやばいです。はい、ESP のミスティークというモデルがありまして、はい、それのエドワーズバージョン E ミスティークという名前がついてますが、うん、ちょっといろいろ面白いスペックが、まず塗装がなかなか面白い。あえてこれ下地の塗装を行わずに木肌の木の表面の感じか、まあ、トップももちろんですけど裏がねすごいかっこいいですね。でトップコートにラッカーを用いることで、いわゆる僕らが想像するあのツルツル感というよりはちょっとヴィンテージ感があるというか、うん、ネックもそうですね。本当木を触ってるなって感じがしてすごく良いです。そのあたりってプレイアビリティにも関わってきます？まあそうですね、トップが薄いというか、もう本当なんか木に触ってんなって感じが、これ結構大きいですよね。やっぱりギターって木でできてることが大半なんで、塗装しすぎちゃうのもどうなのかなと思うことがあるんで、木の良さが出ててすごく美しいと思います。Yeah.
木材に関しては、はい、いわゆる伝統的なマホガニーバッグのメイプルトップで、マホガニーネック、シバンはエボニーが、エボニーですね、これ、はい、すごいいいエボニーですよね。なんかこう線が入ったやつとか、うん、ちょっと空気のねあれが割れちゃってる気味のやつもたまに見かけますけど、これはもうほんとそんなことなく、すごく上質なエボニーだと思います。しっかりと密度がある感じしますね。というところで、はい、ボディの形状とかも含めて、うん、プレイアビリティいかがですか？うん、まずね、一番驚いたのはピッチの良さですかね。なんか、まあ、スケールが648？ そうですね。ね、そうですよね。これルックスからミディアムスケールと思いがちなんですけど、うん、すごいしっかりしてるなと思ったら、まあ、648になってて、そういうのもあるんですけど、まあ元々このギターのピッチの良さっていうのももちろんあると思うので、これは一番驚きましたね、ピッチの良さ。あとはサウンドはまあツーハム仕様のギターって感じで、すごくこうあの悪い癖がなく、素直な弾きたい音がそのままちゃんと出せるギターというか、それはやっぱすごく大きくて、こうなってほしいのにそうなんないギターとかもたまにあるんで、うん、やっぱり思った通りのサウンドが思ったポジションで出るっていうのは、うん、すごくストレスなく弾けますね。ちなみに24フレットなのでネックピックアップがちょっとブリッジ寄りじゃないですか、うん、はい、とかも含めて、うん、なんでしょう、どのポジションでどのピックアップポジションで弾いてもものすごく濁りがないというか、うん、澄んだ歪みをしますよね。これピックアップはちなみに、これは ESP のカスタムラボ製ピックアップ、歪むピックアップだと思うんですけど、うん、すごく透明感のあるというか、低音が割と控えめなイメージというか、うん、そうですね、重すぎないっていうか、うん、なんかこうズドンって歪むギターなのかなと思ったんですけど、割と歪んではいるんだけど、なんだろうな、すごい澄んだ音というか、うん、それはすごく印象的で、あのリード弾いてても気持ちいいですし、でブリッジピックアップでパワーコード弾いても程よいコンプレッション感があって、なんか暴れすぎないギターですごく好印象ですね。さっき、まあ、あの最初に言ったんですけど、ピッチの良さっていう意味では本当にこの F コードを12フレットそれ以上いってもちゃんとF の響きっていうんですかね、このコードの形の響きをしてくれるっていうのはすごくちょっとびっくりなぐらいでした。実際これはね、あの触っていただくのが一番早いと思うんで、ぜひ弾いてみてください。